の味噌煮が食べたーい、と、ふと思うことはありませんか？私はあります。開始早々どうした？いやね、無性にサバの味噌煮が食べたくなっちゃって。まあ確かにいきなり食べたくなる日本食ってあるよな。そうそう、やっぱり日本人は定期的に日本食を食べないと、気がどうかなっちゃう生き物なんだわ。まあ、それは言い過ぎだけどお米が一週間食べられない。だけでも、相当辛そうだよな。というわけで皆さんこんにちは、お料理の館館長の、霊夢です。同じく副館長の、マリサだぜ。今回はサバの味噌煮を作っていくよ。理由はただ一つ、私が食べたいから。おいおい、まあいいや、材料はどんなもんなんだ？では早速、材料ドン。生姜置き忘れちゃったけどちゃんと使うから安心してね。実はこの料理見た目よりめちゃくちゃ簡単だから、料理上手っぽく友達に見せるにはうってつけだよ。まずはサバの下処理からしていくよ。サバを食べやすい大きさに切って、ザルに入れます。そしたら上から熱湯をかけます。そうすることで魚特有の臭みがなくなります。へぇ、なんでだ？いや、知らないんだけどね。知らないのかよ。次に生姜をスライスして、細切りにします。こんなもんですね。さてさて煮ていきますよ。今回はフライパンでやっていきます。ではこの中に、醤油、みりん、酒、砂糖、味噌、水を入れます。というか、調味料全部入れちゃいます。説明雑だな。ねえ、簡単でしょ？そしたら、中火にかけてグツグツなるまで混ぜます。このぐらいかな。そしたら、サバと生姜をフライパンの中に入れていくよ。できるだけ、サバ同士が重ならないようにして、生姜は上から散らすように入れてね。あとは蓋を閉めて13分くらい煮たら完成だよ。たまに煮汁をサバにかけてあげたり、焦げないようにフライパンを揺すってあげたりしてね。さっきは13分って言ったけど煮てるとどんどんとろみが出てくるから、それを目安に煮るとうまくいくぜ。よしよし、このくらいでいいかな。あとはお皿に移して、上から煮汁と生姜を乗せてあげれば、サバの味噌煮の、完成。どう？本当に簡単だったでしょ。最近はコンビニとかにも美味しいサバの味噌煮が置いてあるけど、たまには自分で作ってみるのもいいんじゃないかと思うぜ。味はサバがトロッと、生姜がシャキシャキとしていて、朝ご飯にも夕ご飯にもぴったりだったわ。これは白ご飯必須だぜ。というわけで、今回はここまで。それでは皆さん、お疲れ。